短く言いますとね、あの日本の戦後復興ってあるいは戦後の経済成長って、まあ、ヨーロッパやアメリカとだいぶ違う。どこが違うかっていうと、外国人労働者あるいは移民を使ってないんですよ。で代わりにあの農村の過剰人口の都市部への移転を使って戦後復興がなされたんですね。でしかし、まあ、当時7割8割がつまり就業人口のそれぐらいが農業従事者だったんだけど、それをまあ都会に引っ張ってきてブルーカラーホワイトカラーにする。で当然あの農業で支えられていた地域の経済は細るん でそこをまあ公共事業に関わる、まあ、補助金と交付金で埋め、あるいはあの土建業のまあ土木関連のまあ上数効果で、まあ上数効果っていうのはあの投資、まあ、政府が金をドンと落としたとして、その落とした金だけじゃなくてそれが市場で回ることで何倍もまあ利益というかその投資額を上回るですね、まあ貨幣のやり取りが起こる。でこれって結構だから何て言うんだろう、 やばい話で。あの日本の戦後復興図式ってあの都市から農村への、まあ、ある種、まあ、投資というか土木を運ぶものを通じた、まあ、投資で上がなってきたっていうことでね。でこれが長い図式なんですよ。でなのでその後遺症としてもちろん皆さんよくご存知の外国人労働者に対する抵抗感っていうのもあるけど、何よりもまずの農村の疲弊が残ったんですよ。なぜかというと、そう中央からのお金の差し込みによって成り立っているってことは、それが干せればもう終わるんですよ。で今、まあ、終わりつつあるか完全に終わったところがあるかっていうそういう感じですよね。厳しい問題ですね。厳しい問題なんですが、あのしかしね、あの、まあ、マクロはマクロと一緒と、まあ、そういうことだということで、やっぱりできるところからね、あの、まあ、うまくいって事例っていうのをやっぱり作っていって、でそれをね、まあ、真似をしてもらったり、あるいはあの自分なりに寛骨だったりして学んでもらったりして、やっぱりそういうある種の、まあ、ミニスパリズム、あの共同体自治の貫徹っていうのを目指してほしいんですね。ただ何でも言うようにそれは周りと孤立してはできないので、あのその周辺あるいはマクロなさまざまなパラメーターをそのちゃんと意識して、あの知的に回さないと、ね、我々は頑張るぞだけでは回らない。